もしもこの頭上に落とされたものがミサイルではなく本やノートであったなら、無知や偏見から解き放たれて、君は戦うことやめるだろう。もしもこの地上に響き合うものが爆音ではなく歌の調べであったなら、恐怖や憎しみにとらわれないで、人は自由の歌を歌うだろう。もしもこの足元に植えられた地雷ではなく小麦の種であったなら、飢えや争いに苦しまないで、共には勝ち合って暮らすだろう。もしも一つだけ願い叶うならば、戦争を捨てて世界に愛と平和を、この願い叶うまで私たちは一番。もしもウクライナに落とされたものがミサイルではなく本屋